今回は呪術廻戦コラボガチャの個人的なランキングを上げてみたいと思います。結局やるんかい。まあそれぐらいしかやることないし、あとあくまで自分の個人的な感覚であり、すべてのキャラを持っているわけでも使ったことがあるわけでもないので、その辺はご了承ください。性能を見ての完全な予想というわけです。人によっては当たりキャラが違ったりもすると思うので、よかったらコメントなどでコメントしていただければ幸いです。ではまず7位は釘崎のバラです。7位になった理由としては、やはり文字が厳しいかなということですね。との2つ文字が使えるんですが、両方ともつなげにくい文字かなと思います。文字が使いづらいとやはりデッキに入れにくいですからね。いい点としては凄技で防御3段階デバフができる点、それから気の衰弱耐性リーダーも少ないので、そこの枠を持っていない方にとってはリーダーとして使えると思います。1段階や2段階は結構いるけど、3段階デバフとなると割と希少ですからね。続いて第6位。第6位は東堂葵にしました。もうこの辺で評価が分かれそうだけど、東堂のいい点としては貴重なノバウシナ適正リーダーというところです。ノバウシナ破滅級は現状光寄るべくらいしかまともにいけない、適正リーダー狭狭クエストだったので、光寄るべを持ってない方にとっては当たりだと思います。それから文字も一応両軸対応してますね。気になる点としては、両軸対応といっても、あ、は少し繋げにくい文字だったりします。それからアタックバフを持っているのですが、これが A 種族にしかかからない点が属性化においては少し汎用性に欠けるかなと思いました。今回みたいにコラボクエで使う場合は強いのですが、非属性パのサブで使う場合はバフをかけられる種族が限定されるのが少し気になりました。まあ日は英雄とかいるから合うかもしれないけどね。続いて第5位。第5位は七海健人です。いい点としては、野原と同じく3段階でバフを持ってる剣、それから光の改造耐性がかなり希少で、また自流枠2つもあり、リーダーとして優秀な点ですね。気になる点は文字が割と普通かなと。け、はいいですが、なはほぼ使いませんし、違う軸の文字とか持ってたらもっと評価上がったかなと思います。続いて第4位。第4位は鴨のりとしです。これも人によっては当たりだと思います。いい点としては、やはりコピーがあった場合は家業全てが使えるという点でしょう。家業は優秀な文字が多いので、それを全て使えるのは便利だと思いますね。さらに凄技も爆絶攻撃なので火力も高めです。気になる点としては、さっきは家業使えるのは優秀とは言いましたが、それはコピーが出てる時限定であり、また先にコピーマスを他で埋めてしまうとかのの2文字しか使えないのが、ちょっと扱いづらいかなと思いました。スーパーチェンジガードとかと同じ悩みですね。あとはリーダースキルが呪いと混乱耐性なので、古い降臨でしか需要はなさそうかなという印象です。続いて第3位。第3位は天五条さんですね。え、これが当たりじゃないのという方もいると思います。まず良い点としては、文字が超優秀ですね。異軸異軸どちらともの最強クラスの文字です。かなりいろんな盤面に対応できると思いますね。特性も最近多いコピーとヒール持ちなので、最近のクエストに対応しやすいと思います。それから特徴的なフィールド展開が、これもやはり強力で、対応属性の火力を3ターン底上げしてくれるのは素晴らしいですね。ではなぜ1位じゃないかというと、やはり天属性という点ですね。試しにこの五条さんを入れてみたいと、いろいろパーティーを試行錯誤しましたが、やはりリーダースキルに引っかからない点が多い気がしました。無音での救世パとしても活躍するので、今はよく使いますが、これからのクエスト、それから既存のクエストで使う場合、使い道が多いかがちょっと怪しいと感じたので、3位にしましたね。強さという意味では、間違いなくこちらの呪術廻戦ガチャでは一番強いキャラだと思います。3
サブとして出番が多いかという点が評価の分かれどころだと思います。続いて第2位。第2位は主人公の虎杖悠仁くんです。こちらは私は持ってないので想像で語ります。まずいい点としては文字が優秀ですね。つなぎ文字の絵。右軸対応の U。小さい U も使えるので5文字盤面も対応できると思います。あと個人的に評価高いポイントがやはり、凄技で超大きく回復を持ってる点ですね。こちらの呪術廻戦コラボガチャは計7体いますが、回復を持ってるのはこの虎杖くんだけなんですよね。最近は炎上やら衰弱やら高ダメージやらで、結構 HP 管理きつい時も多いのですが、そんな時に殴りながら大きく回復してくれるキャラというのは、すごく助かると自分は感じますね。今回の両面宿儺破滅級でも HP がきつい場面あったので、この虎杖くんいたらなぁと思う時が割とありました。わざわざ回復専門のキャラを入れるよりは、殴りながら回復してくれるキャラの方がやっぱり便利ですからね。気になる点としては火力が高いわけではなさそうなので、強いというよりは便利なキャラかなと見た感じ思います。使ったことないので火力や回復量は知らないので、その辺の認識間違ってたらすいません。続いて第1位。第1位は伏黒恵です。こちらも私は持ってないので予想で語ります。1位と2位を持ってない悲しみ。まずいい点としては文字が豊富でいろんな盤面に対応できそうなところですね。異軸軸両軸対応でさらに木もあるので、5文字盤面なんかでも使えそうです。凄技も爆絶攻撃で火力高め。さらにスーパーヒールブレイカーという希少な特性も持っています。普通のヒールブレとスーパーだと明らかにヒールを割る落差が違うので、これもポイントが大きいですね。また今回の両面宿儺破滅級の適正リーダーでもあるので、伏黒を欲しい人は多いのじゃないかなと思います。自分もこのキャラが一番欲しかったかなという印象。気になる点としては文字は豊富なのですが、やめ。はあまりメジャーな文字ではないので弱点ワードをつきにくいという不便さはあるかもしれません。祭り限定キャラは大体メジャーな文字で実装され、そいつらで弱点つきやすいようなテーマや盤面になってることが多いので、伏黒くんの文字だと弱点つきにくいというケースは発生するかもしれませんね。ただいろんな盤面に対応できそうな文字を持っているので、つなげれる便利さの方を私は推しますね。というわけで以上、呪術廻戦コラボガチャのランク付けでした。すべて使ったわけじゃないのであくまで予想ですのでご了承ください。コラボ始まってだいぶ経ってるので、次からコラボあるときは早めに当たり予想とかしてみようかなと思います。映画版の方も後日上げてみようと思うのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。